こんにちは。こんにちは、エリです。今日もこちらでお送りしていきたいと思います。外ですね。はい、ちょっと秋も近づいて涼しくなってきました。蚊が大量発生してますので気をつけてください。はい、大敵です。今日は、平地でできるポジション確認の続編です。今日は平地で内計画を作ってみましょう。できるんですか？それではできます。レッツゴー。陸地で平地で、はい、雪上じゃないけど内計画を作る方法があると。はい、じゃあちょっと詳しく教えていただきましょう。はい、では内計画は体が内計画、内側に傾く動きですね。はい、このまま人間こう斜めに傾いたら倒れていってしまいます。倒れないために何か支えがいりますね。はい、はい、雪上だったらこうスキーが滑ってターンする遠心力とかその外力や自分の筋力、足のね脚力、いろんな筋力を使って耐えていくんですけど、今現在ではそういう外力がないですので、こちらを壁ドン、ね、我が家の壁を使うと。はい、壁を使ってこの小林ホームの白い壁を、はいはい、内計画を作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、では壁に向かって内計画を作っていきたいんですが、このままねターンをすると言ってこう倒れていくと、これでは肩のライン、骨盤のラインっていうのが内側に傾いて内倒してますね。これではいいターンができませんし、内計画ができません。ただただ内倒して矢印のようなターンになってしまいます。ポイントとしてはここの上半身、骨盤、腰、肩のラインを壁にぴったりとくっつけられるのがポイントです。これではターンしてませんね。ちょっと離れてもらって、ここから肩だけではないと、脇、骨盤、こうです。しっかりこのラインに上半身がくっつくことで内計画ができます。うん、できてますね。はい、骨盤のライン、この前ね前回の動画でもお話ししました、骨盤の上下の動きができてるはずです。できてない人はこうです。ほら浮いちゃう。うん、それは外向系が外向きになっちゃってるのかな。はい、こうです。ポイントはこの腰、お尻をしっかり壁にくっつけることで平地でも内計画を確認できます。もう上半身はぴったりこの壁と水平っていうのをぴったりくっつける、うん、はい、そう、平行で、ね、こっからここと、うん、でこっから下半身がしっかり角度がついて、はい、エッジが効かせれるそうですようにするってことですね。はい、ポイントは肩からここまでね。頭つけたらこれどう？はい、ないとね。パーフェクトヒューマン。パーフェクトヒューマンする太郎さんのね、パーフェクトヒューマン動画はこっちにやってるからね。うんうん、こう。その側に。こっちにダメね、これ。頭って結構重たいんで、内側に入れちゃダメですよ。はい、ベストはまっすぐ向いてるってことですよね。そうですね、こう。はい、で、壁から、近ければ近いほど内計画は浅いですね。うんうん、浅いけど同じ骨盤、腰くっつけて、ちょっと手で邪魔な人はこうやって折ってもらってもいいですね。でちょっと離れて内計画を少しずつ強めていけるといいですね。ああ、ちょっと構えてみて。お、スキーしてるみたい。うん、うん、こう膝がこう伸びきったりすると骨盤こうやって外向が強くなっちゃう、うん、ちょっとこっちから見てみましょう。これはもう腰外れね。お
もうこうなるね。足踏めない。外足。シェーレン。シェーレンしてる。そうだね、シェーレン。シェーレン。うん、そう、板はこっち行きたい。うん。なので、グッと。目線も大事。でもうちょっと離れると、だいぶ内傾角取れますね。ちょっと怖いぐらい。遠いね。でも、足が届かないと意味ないけど。すごい、下の方に、ここら辺に腰つくか。ここら辺に腰が行く感じ。うんうん、おすごい急斜面滑ってるよ。うん、これちょっとこの角度ついた斜面でやってみてよ。よいしょ。はい。ちょいと体力ないと。一生懸命起きなきゃね。まあ、ちょっと近いところから行くと、こう。こうですね。浅いターン。緩斜面。ちょっとずつ離れる。こう、人はちゃんと支えてからくっついてください。こう。うんうん。少し開かないよ。斜面の方がどうなの？感じ的に。まあ、スロープがね、あのなかなかあのないかもしれないけど、すねと背中の角度がぐっと前傾できる。あの角度があると、うん、うんうんうん。けど横から見るとね、平地と変わんないんだよ。そうですよね。だけどこのこういうことだよ、ね、うん。画面で言うとこういうことだよ。そう、はい。もうちょっと離れると。しっかりを支えて、お尻を下の方につくことになりますね。下の方にクッと腰をつけて、こういうポジショニングになりますね。うんうんうん、頭はつけない、うんうん。この時にあれだよね。内側の足が自由に、はい、うん、こうやってね、できる。これがいわゆる内倒してると、内側に重心がいっちゃうので、うん、ちょっと外足立てれなくてすいません。うん、内側に重心がいっちゃうので、内側が上げれたりとかできなくなっちゃう。うん。うん、そうね。そうだね。いや、これは平地でぜひ内傾角を出す。うん。確認？はい。いいです。いいかもしれないですね。はい。結構内傾角を深く出したいってなると、この壁につく腰の位置ってのは結構上下する。うん、うん。深ければ深い方が下に、壁の下の方に腰がつくんで、内傾角深くするってことはこんなに腰落とすんだっていうのも分かると思います。うん、多分自分が思っているよりもかなり低い感じになるのかな、うんうんうん、ただ その雪面、板のついてる雪面から腰っていうのはだいぶ遠い、うん、そうそう、こっからここね、うん、それがいわゆる腰高っていうことですよね。そうです。はい、このように、平地やこうスロープがあるところでも内傾角の確認できますので、ぜひ壁を使って、鏡の前とかバッチリだと思いますのでね、やってみてください。はい、はい、ぜひあの小林ホームの壁を使っていただいていい壁してますよ。しっかりいい壁ですね、はい、ぜひ。ちゃんと垂直ですからね、小林ホームの壁は大体垂直だと思うけど特に垂直だと思います。はい、ということで、また夏も終わって秋も近づいてきました。ということはシーズンも近づいております。皆さん、誰でもできるポジション確認を見てシーズンインを迎えてくださいね。それでは See you! See you!